あと10分で間に合うようにちょっと願っててほしい。ちょっとドキドキしてますね。お願い、結構早くに着けたんですけど。え、博多に旅行いいね。こんばんは。ちょっととりあえずテロップを打ちます。生誕祭リバイバル配信、一緒に見よう配信え、伝わるかな、伝わるかしら。生誕祭リバイバル配信、一緒に見よう配信。 OKOKOK、 伝われそして再起動よ、間に合い。今ジジジジジって聞こえたりしてるのかな。今頑張ってます、パソコンが。あと7分。グッドモーニング。そう、10分早く始めたのはですね、昨日も一昨日も配信ができてなかったので、改めてになるんですけれど、この週末の4公演ありがとうございました。イエーイ。すごくね、楽しいと寂しいが混ざった4公演になったんですけれども、皆さんも楽しんでいただけましたか？お、オンライン申し込んだ、ありがとうございます。そう、あともう一つ大事なお知らせがありましたね。本日の17時から10枚目シングル、再起動できるちょっと待って、そう、10枚目、ちょっと忙しいな。10枚目シングルのおしゃべり会の受付が始まっておりまして、そうなんです。私は8部分中6部分に参加させていただいたりと、ありがたいことにね、ちょっと待ってね、ばありがたいことに部数も増えまして、前作よりも、あ、ちょっと一旦ところやるあ、でもまだ大丈夫。そうで、今日の朝のメールにもね、ちょっといろいろ思いを書かせていただいたんですけれども、そう、おしゃべり会ってやっぱり一番の目的というか、目標はみんなと楽しくおしゃべりをして幸せな時間を共有するっていうことなんだけど、サブ的な、サブ、うん、目に見える目標としてはね、やっぱりこう完売だったりとか、あとはより多くの方とお話ができることっていうのもね、目標にしたいなってすごく思っているので、ぜひこの私にとって勝負のシングルとなる10枚目シングルを一緒に戦っていただけると嬉しいです。戦うって変だけど、おしゃべり会でもぜひお会いできたらなと思っています。ちょっと夕ご飯に行ってきます。お、行ってらっしゃい。今日は何作るんですか？何食べるかな？お、疲れたか、癒しに来ました。 Thank you。よしよしよし、ポチッとな。そう、まずはね、オフラインとかがあるの。お、後で報告する、ありがとう。3分経ったのでお湯切りします。おっとこれはあれですね、カップラーメンというお料理名ですね。リバイバル配信は今日で全部見る。そう、なんかさ、思ったんですけど、2時間以上あるかな、もしかしてっていう。って
かさ、これ本当に頑張らないとやばい。これ2時間超えるよね。やっぱりエッサが今日あの月曜日なのであるんですよ。だからでもエッサにはかぶりたくないので、最悪そうあのラジオ開始前まで、ま、んラジオ開始前に、そうそうそう来ちゃいます。そうそうで2時間以上はあるよねきっとね。確かにアーカイブ配信もあるので、あ、2回に分けるってありだね。確かに、え、2回に分ける、それいいね。前半、あ、そうしたらいいのか。あ、できた。ねえ、できたよ。天才なのでは？生中継。視聴ページ。頑張れ、頑張れ。あ、待って、これって音出していけないね。これ音出していけないんですよね。確かに前半ってなんやって感じ。これ音出していけないやつだよね。あ、換気休憩までイヤホンつけ、確かにイヤホン、確かにイヤホン。待って、全てが慣れていなさすぎて。イヤホンってさ、でも萌えさ iPhone のイヤホンしかない。ちょっと待って、となると大変なの、ね、で無理じゃないですか。え、あ、ちなみにこの端末ね、母親がね、母親のパソコンを置いて行ってもらったんですよ。やばいやばいやばいね。私が音聞けなかったら何やってるか分かんないじゃんね。 Bluetooth のイヤホンないな。わ、そっか、イヤホンが必要なのか。確かに。え、待って、でもイヤホンがねえ、ここボケかぶりしてる。確かに。じゃあちょっと画面、待って、 iPhone のイヤホンでいける、いけるかな。どうやパソコンから、パソコン、そうそうそう、これ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 、うわこれこれ、これ、え、ちょっと待って、そう、これをいや、これをどこにマイクつけてればいける。あ、この配信のやつにつけて、こういうことか。あ、配信をこのイヤホンでするってこと？合ってる？え、ごめんなさい、全然私分からなくて申し訳ない。こういうことか。なんかこのこれね、ここのつなぐところがこの形なのね。これがね、あのパソコンに刺さらないと思うんだよね多分。PC だよね。はあ、お、始まった？嘘、私のまだ始まんないの。お、始まった、始まった、始まった、来ました、来た来た来た。確かに変換、え、ちょっとちっちゃい音出す。あ、ちょっと聞こえてる。イエーイ、カモン。今オーバーチャーです。やばい、てかさ、前座じゃない、あの三期ミニ劇場が懐かしいよね。え、なんかないかな。はーい、
え、これさ、音聞こえてるかな？大丈夫？え、すごいすごい、こんなアップだよ。7月17 NGT48 杉本萌衣生誕祭の曲そう、私ミニ劇場でドラムしましたね。パーティー、うわ懐かしい。うわ前髪があるよあこれめっちゃ嬉しかったの。そう、出てきた瞬間にさ、あのサイリウムカラーも統一してくれてね、すごい懐かしい。あ、え、わかる、若いよね。確かに推しカメラありがとうございます。もう最高に幸せ。あ、歌割りが来ます。こうやってラグあるかな、大丈夫かな。の海で白いクジラが白服、あ、懐かしいね。さあ7月中にあのハルチュンのラストステージということでパーティー公演もね控えているので、懐かしいね。やっぱさ、曲かかるとさ、どれだけやってなくてもさ、体って動くものだね。でも確かにリリノがいる、ほんとだ。あすごい、めっちゃ推しカメラになってくださったおもちゃの兵隊たちのルアのおもちゃの具合がすごいキレキレ。みんな壁車の髪型なのもめっちゃかわいい。え、あのさ、このさ、私のパソコンの音って入ってますか？ちょっと聞こえてる？聞こえてないかな？そしたらもうちゃんとこっちも聞こえてるんだよね今の音入ってない。え、天才。ちゃんとね、曲も聞こえてるし、じゃあいいって感じね。お、よかった、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。 LED が開いた時にみんなの空気が吹き出すか。おお、嬉しいですね。お、3期の力でみんな笑顔に、いい言葉そう、これはみんなでたくさんね考えたんですよ、ね、お、ハート送ってます。杉本ハート送りましたお、ありがとう、来たよ。うん、草原と空っぽかったです。もう緑と水色って、すごい自然の色すでに涙出てた、ありがとう、嬉しいな。萌衣も本当に涙が溢れる、この景色を忘れられませんね。え、みんな楽しそう。てかみんななんか幼いよねなんだろう、なんだろう、幼い、なんかちょっとまだ今とはまた違う顔をしている。うーん、ここはジャンプ地獄ですよ地獄とか言って、ここはいかにジャンプをするかが試される時間ですね。このパーティーショーまた来たいよね。パーティー、あ、確かに衣装が幼く見えるのか、なるほどね。そう、リリノの移動が大変なやつ、そう、私の後ろあのポジションすごいプワって行くんですよ。お、ディアマイティーちゃん、ディアマイティーちゃんが始まりました。そう、ライブ配信なんです。ちょうどね、リアルタイムで配信されていて、それを実況みたいな。
しないこれずっとやってますよね。具体的な言葉にしないをずっと。いやもうさ、夏希とリリカのさ、この歌声の安定感ってもうずっとありますよね。あとこのユーハのさ、なんだろう、こういう曲調で出てくる色気がすごくないってすごい思うの。それこそあの今の思い出いっぱい公演だとさ、あのわちゃごなとかすごい、なんかなんて言うんだろう、もう素から出るこの色気がすごいと思います。あ、私の歌わりがきます。教科書にーですよ。これもずっとやってますね。このどうせすぐに経験するわのここはね、誰かを引っ張ります。お、めちゃくちゃ見やすい席だった、よかった。普段あんな感じじゃないのね。確かにおっとりしてるイメージだしね。でも曲が変わるとね、すごい一気に、あ、はるちゃん。これ何したんだろう。お、理屈では止められない、あーハートが成功してる。もうさ、めっちゃおもろいこれ。そう、あの理屈では止められないのところは、あのだいたい私がハート作ったらいつもナチュにこう、なんかこういうやつ、これね、あの片思いっていうことね、いえハート嫌ですみたいな、そう、そういう茶番をよくしてたんですけど、この時はハートを作ってくれて、もうほぼ振りもさ飛ばしてるしさ、歌も歌ってないね絶対これ。理屈では止められない、イエーイ。絶対今で言ってないでしょこれみたいな。懐かしいな。いやーすごいエモいですね本当に。やっぱパーティーコインって楽しいよね。リリノのウィンクわかる、リリノもウィンクするよね、リリノね。うーん、懐かしい。もう最近スイスイヘアが、スイスイヘア、スイスイのスイスイヘア見てないね。うわ、リリノの歌声好き。リリノ元気。うん、ユーナももうこの安定感たらあれしないですね。もうそう、あのユーナと同じ歌割りの時、この思い出いっぱい公演でも、もうどれだけの安心感があるかっていう。そう、もうユーナと歌割りの時はどれだけ自分が声枯れてても大丈夫だっていう。ダメ、全然大丈夫じゃないっていうか、ダメなんですけど、それくらいの安心感がありますよね。そう、あ、で終わりました。今月また生で本当のラスト。確かにラストラスト詐欺多いですよね。パーティー公演ラスト詐欺意外と多めになってるから、でも嬉しい、ありがたいことですね。この時の返信は確か私が飛んでたかな、確かみんながわーってやってくれてた気がする。ピュンピュン、シュートン、かわいい。何気にさ、手握るときにさ、こう握らずにさ、こうやって握ってるんだよね。指ハートしてる。最近も指ハートしてた。なんか多分癖なんだと思う。手を握るときにこうしちゃう。
わあ懐かしいね、いつまでも見てたい。ポケちゃんがヘロコ配信でなんで前髪伸ばしてるか、なんで前髪伸ばしてるかというよりかは切れてないだけです前髪をあの美容院に行けてないだけなんですよね。そう、でももうすぐ行きます、すぐに。お、笑顔してます。あと慎重してた、いろいろいや嬉しいね、こんなにたくさん写してもらって。できない、かわいい。なんかパーティー公演ってさ、歌割りとかでさ、あのフリーなところとかが多いじゃないですか。あとはキャッチーな歌詞とかだから、そこでね個性が出ますよね。お、そろそろ私のところでは返信が来ます。変身渾身の飛び、はい、そして前髪が崩れましためっちゃ飛びますね、すごい。いやー嬉しいね。ナイスジャンプでしたね、すっごい飛びました。なんかもう見てるだけでなんか懐かしくなって体が動きますねこんばんは。いやすごい、頭3曲、そっか3曲だけなのか。そうだよね、思い出いっぱい声の4曲で今慣れてたら3曲ってなんか少なく感じ。お、まつげが上がってるそうだそうだ、直前にマツパに行ったんですよ。え、なんかこの挨拶も懐かしい。はーい、ありがとう、ナチュー仕切ってくれて。幸せそうな笑顔してる可愛いのだけは変わってない。ありがとう。そうね、めっちゃさ黄緑 T シャツを着てくださってる方が多くて、もうこの DMM のねこの画面でもすごくよくわかる。ありがとうね。すごい、 MC 聞きたい。え、もっちゃんの好きなところ、そうだったっけか。そうだよね、ちょっと聞いとこ聞いとこ。笑顔に慎重に、白いご飯が大好きな杉本。おー、相変わらずこの時から早いんですね意外と早かった。手拍子というか拍手。あー、フライヤーもありがとう。そうだ、汗だくあ、萌えに萌えーだって。汗だくイエーイ。シュートされてた春ちゃん萌の心にシュートしてくれました。南川って言うないや、いいですね。春ちゃんのキャッチフレーズもめっちゃ好き。
ね、あのハルチュンと、やばい少し聞こえる、やばいやばい、そうハルチュンと私との何掛け合いをすごい好きでいてくださっている方も多かったりとか、あのそうハルチュンがめっちゃボケ倒して私が突っ込むとかあしらうとかそういうよくしてたよね。お、夕飯が来ました。自己紹介もしずっと笑ってた、嬉しい。そう、はるちゃん今月で卒業なの。お、幸せを受け取ってます嬉しい。たくさんツッコミをね、そう雑にあし、そう、あのポイントは雑にあしらうところゆうはよく思いのこと、なんかお姉ちゃんみたいみたいな、年下に年下とは思えないって言ってくれるんですけど、でもそんなに萌えしっかりしてないけど嬉しいね。お、次を作るんじゃない？イエーイ。すごいね、めっちゃ泳いでるし、めっちゃちゃんと月を、生誕祭だから作ってくれたんだってえ、じゃあ今月どうなるんだろう、え、今月の、今月はどうしようかな。でもそっか、どうしよう、何にしようかな。嬉しい、ごめんなさい、今めっちゃ普通に聞いてたあ、リリカ様が来たちょっと待って、すごいこれさ、実況一緒に見よう配信難しいね。私も普通に見ちゃうんだけど、もちゃんみたいに頑張ります。え、確かにフライドポテトアンバサダー検定ブロンズない。え、リリカじゃないね今のリリカといえばそれだっていうイコールでつながってるから、確かに最年少だ、確かに。ねえ、初っ端からさ、いじられてるよね。ねえ、うん、もうさ、自己紹介からいじってるのがもうザリリカ。私の、あなたの、みんなの、リリの、もう嬉しい。
顔褒めてくれるの嬉しいねえ。いや、リリノの笑顔、ちょ、リリノと私の笑顔の系統って似てると思うんですよ。目なくなるあ、もっともっと、この壁下の髪型、あ、聞こえる、あ、やばいやばい、え、そう、でも元ユナの自己紹介だからじゃん。嬉しい。そう、あのゆうなとはね、あのご飯とか行ったこともあって、その時もなんかずっと喋ってましたすごいたくさんねお話の気が合いますね。うん、うん、何って確かに言いがちかも。お前はここにそう、ルアのさキャッチフレーズをさ、その時の主役の子にさ合わせるとさ、いまあ、面白かったのが、何々さんはあっちに行っちゃったのでアールめっちゃ面白いよね。恵んでくださいってる。めっちゃおもろい。でもさ、ルアとルアの笑顔と私の笑顔もちょっと似てると思いませんか。目なくなりがち。あのリリノとルアと萌の笑顔の系統似てると思う。こういうなんかもうちょっと目開こうよっていう。お、イエーイ。浴びてますねえ嬉しい、大好き、今もみんなのこと大好き、これからも大好きね、めっちゃ楽しそう。わかる、盛り上がり聞くの懐かしいよね。お、この時の、この時は私どれ、何と何だっけな、あ、最新版だからあの曲とあの曲だ。うんうんうん、わ、スカヒラだ。スカヒラも長らくやってませんね、懐かしいあれか、スプリングコンサート、日向さんの卒コンかで、私はその曲じゃなかったんですけど、でやったぶりか見ると、改めると逆付けが草原確かにねそう、黄緑が本当に本当にありがたいことにね、あの黄緑 T シャツを着て来てくださる方がすごく多くってね、本当に今年も黄緑なのでぜひぜひ来て、来ていただけたら嬉しいです。クラスメイトになりたかった確かに、もう最初のユニットクラスメイトだったよね、懐かしい。聞こえてる、大丈夫かな、もうちょっとちっちゃくしておいた方がいいか、このくらいで大丈夫か。確かに今コールがポキちゃうんじゃない、この時はまだユーナーだっけ、そうでね、ユーナーでね、ユーナーとユーハーが分かりづらいってことで今ポキちゃんだもんね。
あ、ひろかっぴから来た、ありがとう。今は生誕祭リバイバル配信、一緒に見よう配信をしておりまして、いいな、久しぶりにスカヒラもしたいね。そう、懐かしのパーティー公演です。スカヒラなんかもう本当に王道って感じがして、感じがしてってかもう王道だもんね。いいよね。あのさ、スカヒラのさ、あの歌の何雰囲気とさ、リリノのさ歌声めっちゃマッチしてるめっちゃ好き。しなやかで、パフォーマンスがしなやかで好き。ありがとう、嬉しいよ。いやでもなんかよく言っていただけて、そのしなやかだねってすごく嬉しいです。気をつけてるところなので。ポキさんの生誕祭で泣きます、わかる、もん泣いちゃうよね、生誕祭泣いちゃう。照明もすごい、好き、ここ、何もかも捨てて愛に向かうよ。ここやったことないんですよ私まだわかる、みーちゃんごめんね、めっちゃ無言が多いでもすかひ、私あれ、パーティー公演のユニットも全部やったことあるっけ、どうだったっけかね。スカヒラ、アナクリ、星の温度、クラスメイト、あれあったよ、なんかそう、クラスメイト一番最初の最初に出た。あ、もうスイスイは完全にクラスメイト全部あるよね。え、だよね、だよね。お、高3組って言われてた3人ですよね、確か。え、この時はまだ3人とも高3だったんじゃなかったっけ。あれ違うか、この時じゃないのか、加入した時か高校卒業したクラスメイト、なるほどね、同窓会ってやつか加入時、萌が高2でこの3人が高3だったのか。うーん、懐かしいクラスメイト、君が好きだから、この歌詞かわいいよね、ほんとに。パーティーもユニットコンプ、そうだね、パーティーは多分ね、ほぼみんなねコンプリートしてるの多分。お、初期のこのクラスメイトをやってた時の歌割り、今はるちゃんがやってる歌割りですね。私この音程も当時の私にしたらめっちゃ高くて、でずっと苦戦してたんですよ。でもだんだんね、それこそ歌唱力とかを経て回数を重ねていくうちに声の出し方が分かってきて、でようやくこう出るようになってきたのかなって、まだまだですけど。わかる、え、あもうね、本当にね、歌本当に下手くそ本当に下手くそ、なんかもうカラオケ行っても絶望的だもん。でもね、それじゃダメだと思って頑張りました。まだまだ頑張りたいと思います。歌を歌うの最初はね、あんまりね得意じゃないからこそ、多分あんまり好きにも慣れてなかったと思うんですよ。でも今はめっちゃ好きになりました。だから多分
練習するのも楽しくって歌うのが楽しいと思えるからこう練習もたくさんしようと思えるんだろうなって思うし嬉しい確かに蒸発とかもね歌わせてもらってポニーテール揺れるの可愛いね本当にゆうはのポニーテール好き確かにスケイカ様のの上手な本当に好きに勝るものはないですねえ、ねえ、かわいい、かわいい、かわいいご飯食べたかわいいえ、身長が伸びてご飯食べたよえ、かわいいえ、めっちゃかわいいえ、超かわいいんだけどやばい、この愛嬌が欲しいめっちゃかわいいうわ、めっちゃかわいいすっごいかわいかった、今のあ、今のところちょっとマジで録画しときたい DMM って録画できないじゃないですかなんかちょっと録画したいんですけど裏ではね見れない見れなかったですねそうクラスメイトのそうあのいつもドキドキしてたから準備をしてた気がするめっちゃかわいい。懐かしいね。お、そろそろ。そろそろ終わっちゃう。あ、なるほどね。直でこうやって撮るってことか。確かに。お。次なのでは？お、杉本来るのでは？あれ杉本来るよね。あれ来なかったっけ？杉本来るんじゃないですか？ね、メリークリスマスですよ。お、来ましたね。ペンライトカチカチ、そうみんなカチカチして。わ、白色だ。めっちゃお腹鳴った。え、来なかったね。どうしよう。え、そう、この時に、私この、あなたとクリスマスイブにを歌う時に、皆さんがペンライトを白に統一してくださって、クリスマスの日の、なんていうの？雪を表現してくださってたみたい。ありがとうございます。素敵な演出すぎて待っている時に歌い待ちの時にねすごいわあ白色だって感動してた。緊張してますこの顔は。微動だにしないじゃん。見てもうさ微動だにしないしさ目線もさ一点を見つめてますめっちゃ緊張してますでもこれが人生初のハモリっていうものでもう本当に歌声つられやすい人なんですよめっちゃつられるのだから本当に苦手だったんだけどそうルアと一緒にカラオケに行ってもらったりしてなんとかそう今でもそうなんだけど本当につられやすい人なんだよねでもルアの声がすごい筋のあるめっちゃまっすぐな綺麗な歌声だからこそ私のちょっとこのワーンとした歌声とハモった時に綺麗だったみたいでよく相性いい歌声だねって言っていただくことが多くてそうそう蒸発確かに蒸発意外と最近釣られてないですねハモリ綺麗ありがとうそう結構頑張ってでもまだまだ頑張ります
ホワイトクリスマスの演出でありがとう。ここの安心感え、ちなみになんだけど、あえて言うんですけど、なんかこの辺に、あ、こっちかな、そう、ポコってあるんですよ、この時。生誕祭の全然前日くらいにニキビを作ってしまって最悪だよね、本当に最悪な、はい、お肌をしていました。チョコレートの食べ過ぎだよ、最悪だよね今年の生誕祭では絶対にそれがないようにしますね ここのさ、ユニゾンになるところめっちゃ好き。ここからハモリに分かれるね、この感じが最高。終わったらご褒美にたくさんチョコ食べるありがとう、本当に。確かに1週間前くらいはチョコ禁止だ。そう、こっちにさ引っ越してきてからチョコレートを買い置きしてなくて、自然とチョコレートを食べてないんですよ。いい感じ、お肌の調子もいい感じ。今日はちょっとうっすらメイクしてるから余計に綺麗に見えるだけかもしれないけどメリークリスマス。ホッとしてますあれね、歌い終わった後ホッとしてます。わーい。さて、続いてはこの曲も初期の時にやってた曲ですね。キスはダメよ。ちょうど今このやつだとユーハがやってるポジションかな、私が最初にやった時。懐かしい。すごい、そう、キスダメめっちゃ好きだったんですよね。なんか何気に私大人っぽい曲が好きなのか、パーティー公演でもキスダメ好きだし、あの思い出いっぱい公演ではわちゃごな好きだし意外とこう見えて大人っぽい曲が好きらしいです。ね、リリカさ、見た目まだ赤ちゃんだけどさ、歌声が大人っぽすぎてさ、あの耳と目のバグが起きる耳だけ聞いてたらめっちゃ大人なのに、目開くと赤ちゃん映ってるからバグるよね確かにオリジナル衣装も着てみたいね。久しぶりにキスダメもしたい。キスダメの曲にリリカの歌声もめっちゃ合うよね。確かに山口百恵さんの曲を歌ってしまいますからね、本当にびっくりだよねまさかの。なんでこんなに表現力があるんですか振りはすぐにね、どうなんだろう、振り曲がかかったらできるのかな、え、わかんない。でもね、こういう感想は多分忘れてるわ。え、どうだっけ、かか書いて、はい、バレ、あ、まあまあるタッタッタ、書いて書いて、ヘイヘイキュッキュッ、はい振り覚えの癖が強いで有名なんですけど、ありがとうございます。なんかバレリーナ回るとか言ってハルチョに教えたら、それを MC で暴露されました。もちゃんが変な覚え方するんですでそれをそのまま教えるもんだから、ハルチョの頭の中にもハルチョがこの感想を踊るときにそれが流れて、
ちょっと嫌だみたいな確かにね、確かに嫌だけどでも覚えられるじゃんっていう、私はその方法で覚えてた。替え歌作っちゃうのよ。めっちゃお腹鳴るんですけどすいません、グーグー言ってる。あ、お仕事終わった、お疲れ様。食べてないんですよ、まだ夕ご飯食べてなくて、お腹空いちゃった。このお尻振るの左からか右からか地味に分からなくなるときあります今日も自炊ですよ。今日はね、ナスビをね、ナスビをケチャップとチーズ乗せて焼こうかなって思ってます美味しいやつグリル焼きしたいと思います。 お先に若鶏の照り焼き、いいな、美味しそう。お、星の温度が始まりました。これも杉本出てくるんじゃないですか。待って、さっきのさ、リリナのさ目線残し超綺麗。そうそう、もうこの時のユニットがどっちも歌が難しい。裏声出てるのかな、この時って。あ、ちょっとうまく聞こえなかった。そう、このそう、この星の温度を歌い始めて、自分の歌、裏声の下手さを痛感して裏声を練習するようになりましたでもやっぱ思うのが、やっぱパーティー公演でこう自分の弱点とか自分が何ができて何ができないかみたいなのを見つめられて成長する、なんて言うんだろう、ステップになったのことが間違いないですね。大切な公演です。最初のそれこそクラスメイトでは、あの程度の音だけど地声で出なくて、で出しにくくて声の出し方が分かってなかったから、そこから地声で歌い方を練習したし、星の温度で裏声が絶望的だということを知ったから、そう、裏声をなんとか練習したりとかな。あと個性を見つけていきますよね。なんかさ、いい塩梅で振りが、なんて言うんだろう、自由なところとかもね、さっき言ったように多いからこそね、自分なりの見せ方とかもさ考えていくじゃんね。そこで個性も出てきたりとかするし、表現力とかもね自分なりにねしていくからこそ成長できるんじゃないかなって思います。なんかこの時髪の毛長くない？え、気のせいかな。懐かしいですね確かに48の研究生はほぼパーティーから、確かに最初の公演としてね、なんか最初の公演であるべきこうものなのかもしれないね。7月にするさパーティー公演でさ、
換気休憩ってどうなるんだろうね。なんかさ、いつだったっけか、すごい前にさパーティー公演した時にさ、換気休憩その公演だけしたんだよね。換気休憩ってか15分休憩したよね。あるかな。え、嬉しい、切ない、え、表情いい、切ない表情された。嬉しい、ありがとうございます。表情も意識頑張ってます。星の温度も好きだったな。なんかしっとり系の曲も好きだ。表情の作り方がピカイチね。ありがとう、これからも頑張れる、頑張れる、ありがとう。あ、換気休憩で、前半の感想戦をするんだ。それは初耳。嬉しいな、隣の方とかとかお知り合いの方と感想の言い合いっこをしてくれるんですか、嬉しい。好きな口癖仕草、なんかさ嫌な予感がするんだけど。ご飯を食べたところの。意味わかんない。ねえ、リリカって最初からずっとこんなの。もうねえ、餌欲しい魚じゃん。ねえ、もうさ、めっちゃ面白い。リリカって本当にリリカすぎる。本当にリリカの MC では私はいじられてると思う。 80% の確率で。 90% かな、確実にいじられてますよね、本当に。でも最近食べるとき、うなずきながら食べちゃう。で、こうやってパソコンってどこから音出てるんだろう。生の弁、確かにあんまり出ないかな。あ、でもどうなんだろう。
確かに。長野弁確かに、でもあんまりもう出ないかな。もう確かに何々だとか何々かやとか泳いだだ泳いだだ、思わず泳いだっていうこと自体言わないからなへえ。もうさっきから何なの本当にだねえ、何の時間、リリカ、リリカ生誕祭の MC でリリカが一番楽しそうだいじってるいじってる、そうこの時なんかよく私顎に指を置くのが自分の癖だったみたいで、写真撮る時とかで、それでリリカが今帰ってやったんです。もうちゃんみたいに頑張らなきゃとかっておいいじってんなもう最高。ま、ちょうどその話してる。ね、みんな揃ってやってるんだけどそう、みんなのこと。お、わ、来た来たよ。懐かしいね。そう、この時はこの時はピンクだったっけか、みんな桜の花びらを作ってくれて、めっちゃね幸せそうな笑顔をしていますいい曲だよね。揺れながら歌うの大変。そうだ、いやでもそこまでかな。あまりこの振りは大丈夫だ。めっちゃ懐かしい。全然やってないな。あ、でも日向さんの水曜公演でやったか。またでも今月ね3期でできるから楽しみ。振りコピしてる人見て笑っちゃったりする。あ、振りコピして、振りコピしてる方が間違えた時に自分も間違えそうになるあのその方を見ながらちょっと視界に映ってて、その方がちょっと間違えたらなんかつられて間違えそうになるよ。あと、あれ自分が間違えたってなるだからみんな振りコピする際は間違えないようにね、ぜひ。そうそう、でもありがとう。
間違えてもう振りコピしてくださるのも嬉しいからねそう、いやなんかでも嬉しいよね、一緒に踊ってる感じもあって、ね、でもさ振りコピできるならみんなさ、萌がこの時例えばちょっと休憩と思ったらさ代わりにさ歌ってくれるあのフォーメーション移動ないからみんなも行けるよ。あ、青い空見上げてます空を見てますね。見上げてもステップが無理確かになるほどね、ステップずっと踏み続けなきゃいけないもんね。あれ意外とあのリズムキープが難しいですからね。マイクスタンダー、空き缶でも使ってます。そうそうそう、空き缶のキックをぜひ一緒に和茶粉、そう和茶粉もね、振りコピーしてくださる方も、やばいね、16連次からじゃなかったっけ。フライングありがとう。やばい泣いてる泣いちゃってる泣いちゃってる。そうこれすごい感動しました。うん、懐かしいね。いやもうすごい嬉しくて、多分曲も相まって余計にね、生誕祭では泣かないって決めてたのにもうここで泣いてますねありがとう。振りコピしながら16連コール難しいしてる側もあらーもらい泣きしちゃった、ありがとう。いや本当にね嬉しかった。涙を拭いております いや嬉しいですね。はるちゃんありがとうございました公演終わっちゃうめっちゃね最高、ハルチューなりの優しさ、確かに感動ムードをねしんみりじゃなくて一気にね明るく変えてくれるのもハルチューのね優しさということでえやばい、次でさ終わっちゃわない、あの換気休憩前ね。本当にさこれさ超中途半端なところで終わる気しかしないよね、9時までってなったらね。どう思いますか、なんかさこのさ換気休憩、あ来た、待って待って待って、やばいやばい一人頑張ってるよ、足長いポーズもう、うん足長いポーズわかんない、一人置いといて
しちゃってる。先生足プルプルしちゃってる。面白い。しかもちゃんとさ、シマウマじゃなくてイモムシマウマなんだよ。最高。お、今年も萌の生誕祭あったらぜひぜひお越しください。いや、どの MC もね、私の私関連の MC をねしてもらって、愛にあふれてます。愛といじりにあふれてます。愛あるいじりが。でも確かにシマウマも自立してなさそうだもんね。あ、最後の曲です。お待ってよ。ねえ、足長いポーズ癖ありすぎじゃん。もうこんな変な格好してない。もう本当にねえ、もうみんな、あ、これもめっちゃさ、みんないじりまくりな。最高。いい曲だよね。これこの時に限っては曲調に全く誰も合ってなかったけど、でもすごい愛のある、ありがとう。そしていい曲。ぜひぜひ今年の生誕祭にもお越しください。何気にパーティーで一番好き。おお、これのアウトロ、アウトロね、テケテケテテテレレのやつね。それまでが振りほぼないからこそね、あそこで可愛く踊るのもより印象に残るよね。ここみんな一緒にやってくれてありがとう。よくやってくれて嬉しい。この青そばは一人一人と目をゆっくり合わせられる時間です。よくここでね、一人一人とね目を合わせに行ってね、ニコニコしてます。みんなからの愛をいっぱい感じます。確かに萌にぴったりな青空のそばにいてたもんね。お空ですか。なんかこう初期の頃から3期歌上手だねって言っていただくことがありがたいことに多くって、だからこそこの完全にさ歌で見せる曲じゃないですか、桜の花びらたちもそうだし、この青空のそばにいても。だからこそなんか3期でしか出せない雰囲気みたいな良さみたいなのがたくさん見てもらえる曲の一つなんじゃないかな、最初から結構思ってたりして、私も好きだなって思います。あとなんか3期のイメージに合ってる気がする。なんかふわふわしてる。なんだろう、こうね、ちょっとふわんとした感じがすごい3期の雰囲気にも合ってるし、こう歌声褒めていただくことが多い歌声で見せるみたいなところもすごくいいなと思う。そう、ここ交差するときみんなと目合うんだよ。
いい曲ですね。サンキューはほんわかする。いや嬉しい。確かにあのずっと裏でもずっとねほんわかしてるのよ。お、クリア来ます。アウトロ、かわいい振りが。テケテケテンテンテンテテン。あ、目合いました。微笑みいただきました。微笑みちゃん、そう、ここよくねあの端っこのカメラがつくのを見ていたのでよく目を合わせに行ってました。ニコって。わーん、一部が終わっちゃいます。わーん、ありがとうございます。心が穏やかに穏やかになるやん。萌えちゃん、ありがとうございます。そう、ありがとうございました。換気休憩だって。この後、え、本当にどうしようどうしようどうしよう。え、あのさ、換気休憩でもさ、工場さ入ってた気がするね。なんかさ、どうしたらいいんだろう。なんかさ、めっちゃ切れ悪いところで9時になる気しかしないんだけど、それこそなんか生誕セレモニー途中でさ、なんか9時になりそう。あ、カットされ、本当だ、工場カットされちゃった。アンコールから来ました。どうしようどうしよう、どっちがいいかな。まあでも行けるところ、行けるところ、行けるところ行くかね。そうしよう。なんかギャルピースしてる。大好き。嬉しい。ゆうなの声煽りにめっちゃ適してますよね。お、ラーメン南は、あーすごい、そこラーメン南ありすぎやろ。そう、あの誰かじゃなくてもね、もうみんなって思ったら、そこ全部チェーン店かな。いや、チェーンすぎる。さすがに連なりすぎてるけど、いや楽しいよねこの曲。あ、みんな黄緑水色振ってくれてありがとう。この衣装も懐かしい。じゃん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 、うーん、イエーイ。ねえ、みんなみんなこれやってるんで、おかしいよね。そこでいつもね、あのステージ出る前に今日みんなで何するとかって決めてるんだよね。お、みんなで一緒に、おいおい、ふー、楽しそう。NGT48 もさ、なんかあの公演、劇場であんまりやってないよね。指差しぐるぐる、おい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 、はい、この辺からね苦しくなってきてます。さあ、耐えれるのか杉本、耐えたー。あ、リリナが今身長ポーズしてくれてた。はーい、
短期休憩明けの NGT48 ってやっぱいいですね。こうなんか一旦短期休憩で平らになった空気が一気にふわってなる感じがあ、MC 聞く。黒スキニー、黒スキニーね、私も履かないですね。いやいや、みんなも何でも似合うよ。そうだね、麦わら帽子は似合うと自画自賛しました頭の形もね褒められますね。なんかそう、頭の形はね、歯医者さんに行った時にあのレントゲンを撮ったら歯よりも先にあの頭の形綺麗ですねってから褒められましたからいや歯はどうなんみたいな歯医者さんにまさかのね。あ、佐渡にね、確かに佐渡プライドさんの時も麦わら帽子かぶってて、確かにその時にもね、あの麦わら帽子かぶったので、嬉しい。え、ハルチュなんて言ってた？頭が。おでこに肉とか書いてとか最悪。もうさ、ほんとにリリカっておもろい。ご飯の炊き方ね、スイッチを押すだけだけど。あ、この次の29日配信できなかった。あ、そうだったっけか。確かにリリカと肉配信すればいいあ、そうだ、この月にさできなかったから、え、ユーナが代わりにお肉描いたとか、あれ、それ気のせいかな。なんかいやでもすごい、え、そうだよね、リリの、わかる、リリの MC もめっちゃ
安定しててすごい好き。お、え、そうじゃんね。しゃべぴだ、しゃべぴだ。じゃかじゃじゃんじゃん。めっちゃ楽しそう。ねえ、懐かしいよね、しゃべぴ。すいません、めっちゃさ、MC 普通に聞いててめっちゃ静かになっちゃってた。久しぶり。落ちなかったねえ、もうしゃべぴの季節ですよ。早っ。そっか、ここは2階くらいか、1階か2階か変わったんだよね、確か。この時はしゃべぴと、あの曲とあの曲で最初なんだったっけ、あ、今日負けと、下の名と、なんだったっけか、なんかそんな感じで変わっていってん。みんなこれしてるんだけど喋っぴも好き、めっちゃ可愛いよね。しゃべぴのね、思い出としてはね、しゃべぴのって可愛い曲じゃないですか。でも私可愛い踊り方が分からなくって、なんか進撃の巨人みたいに踊るようになっちゃって上半身が動かなくて足だけ動いてるから、動いてて昔ね、進撃の巨人みたいってなっちゃって、で、メンバーに踊り方を教えてもらったっていう思い出があります。ほんとどんな踊り方してたんって感じでしょ？それが本当なんですよ。うわ、来た！しそしなだ。懐かしい。ね、分かる、表情の切り替えが難しいやつ。でも曲かかると意外といけるよ。分かる、しゃべぴからのしそしないよね。しなやかさが生きてる。ありがとう。懐かしいね。私もしそしなすっごい好きだった。なんかこの2部のこのブロックで何の曲をするかみたいな、あのアンケートっていうか話し合いみたいなのがあったんですけど、もうしそしなめっちゃ応してて、そしたら無事にさせていただけることが決まってめっちゃ嬉しかった。確かに思い出公園の僕の涙からここたい、確かにそんな感じだよね
ここ懐かしい。この振り最初できるかめっちゃ不安だったけど、なんとか。ここね、ここね、もうね、3期みんな、みんなに見てくださってるみんなさんに3期のこの力を、パワーを全部送ろうみたいな波動を送ってました。その波動を送るつもりでバーンってバーンってやってましたね。お、そしてからのからのからの、懐かしいよ、懐かしい。またやりたいね。ね、本当にほぼ最近ねできてないからね。ここのみんなのコールも好き。おいおいって始まるところ。ね、キス調最高だよね。週末はいつだって誰かの家に集まって時間をただ潰した。あー懐かしい。レディオです。弾けるバブル好き。ここでみんなでさ、惑星を作るっていう振り付けめっちゃ好きなんですよね。いやね、またこれしてる。これもみんな振りコピしてくれてた方多くて嬉しかった。キス。久しぶりのロマンティック。このさ、カノンで振り返るのも好き。ふわ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 回って小指小指ね。出た、変な覚え方。お願いお願い下がる。お、猫ですよ。そこの猫をしてる時に前にいるカップルたちの、 あのだ誰かと絶対に目を合わせるっていう目標を持ってやってました。このさ、ドアを開けようとしてでさ、こうやってシャンって私たちがやった時に後ろのドアがワッて開くっていう振りも好き。すごいさ、振付師さんがこの歌詞を組み取って歌詞に合った振り付けをつけてくださったからこそ踊っててもすごい楽しいんですよね。めっちゃ歌詞に合ってる。お、さ、最善の方の神タイムが来ますよ。この時はずっと目合ってる。お、せーの、じゃん、バーン。ここめっちゃ好き。いいよね、本当に。なんかみんながキュッとパッっていうお花が咲くみたいな。最高に好き。え、萌えのダンス見ると振りが入る。嬉しい、ありがとう。やっぱそれだけ好きなんですかね。うぬぼれちゃダメですけど、ありがとう。最前度戦でこちらはぜひ見ていただいて、あの神様タイムが来ます。みんなが一斉に自分の目の前に集まりますよ。うん、この3曲の流れ最高だよね。お、12番いいですね。
12番とか13番とかその辺がいいのかな。第一印象、どこにこれってスピーカーあるんだろう。どこスピーカーあるの。あったジャージで受ける、おもろい斬新な聞き方、本当にほんとに人生何やるか分かんない嬉しい。おもろい。私の第一印象ジャージのこんなの最高。おい、ユナ、ジャージで貸すなんてでしょ。おもろい。面白い。ジャージでカスタネットでしょ。確かにその通り。はたから見たら逆にやる気ない人だよね。透明感。嬉しい。あ、ゆで卵はわかる。顔の形がゆで卵なんだよね。真面目な話？うん。うん。嬉しい。はるちんよりは頭いいんで。はるちんよく萌のことしっかりしてるって言ってくれる。いや面白い。はるちんよりはね。お。ハッシュタグポーズ。X 作ってます。出たよ。
懐かしいねえ、どうしよう、わかる、うん、え、いけるかな、ちょっと待って、いけるかな、あと30分、いけるかな、いけそう、いけるかなうん、盛り上がり方絶対、わ、しかもさ今スマホ、ごめん、充電 20% になっちゃった、ちょっと充電しよう、ちょっと待ってね、誰かハモってる、ごめんなさい、充電よいしょ、ごめんなさい、いいところで、あ、フライヤーもみんなありがとう、出たよ、ご飯花タワー、え、待って、クエさん聞こえてるかな、大丈夫いい顔にする、すごい、え、すごいよね、もうみんなありがとう、すごい、ご飯すごい、本当に、違う、自立しない、めっちゃ面白い、でもすごいよ、本当にみんなありがとうございます、なんか本当にリリカご飯持ってるみたいなんだなんかさ、そう、もちろん普通の花束もすごく嬉しいし、こうやってなんか私を全開にね出してきてくださったあの花束もすごい嬉しくて、ありがとう、
世界中で一番歌われている曲はハッピーバースデー。あ、そういうことか。このさ、花冠の水色もさ、めっちゃ綺麗な色でさ、すごいもうしっくり、やばい、やばいよ、やばいよ。え、どうしよう、聞いてようかな。泣いちゃうタイムだよね。泣かないようにする。ちょっとこれめっちゃ手痛いんだよね。わかる、スイスイの代読めっちゃ上手だった。ありがとうスイスイ。あ、出た、出た、出ました、恒例。そうだよ、今はいっちゃんもこうちゃんもお母さんも返したよ。嬉しい。わあ、お母さんありがとう。
母さんじゃん。今でもね、このお手紙ね、あるんですちゃんと取ってあるんだ。あの、お母さんからもらったお手紙も、まあ、自分で書いたお手紙も。まあ、この時なんて言ってたっけ。大丈夫かな、変なこと言ってないかな。ちょっとちゃんと聞こう。また泣いちゃう？そうだったわ。本当にそう。おみこし担いでるみたい。ちょっとね、ちょっとめっちゃ重いんだけどねパソコンめっちゃ重いんだよね今。そう、今ね、私のね、生誕祭のね、私のスピーチを聞いてるんですこれからも頑張ります。そうか、この時はまだ昇格はしてないのか。できたかな、そんな1年にできてるといいなと思うんですけど。本当にチャンスっていつ来るか分かんないからね、いつでもつかめるようにと思うんですけど、難しいよね。末永くお願いします本当に末永くお願いします。あの、ありがとうございます。
同じ空見上げてこーなって、よし。いやー、そうちょうどね11月だもんね。そう一番ちょうどね、去年の秋とか結構ね悩みとかも実は多かったなと思う。 ありがとうございます。そうだから余計にね、余計にいろんな思いがこもった手紙になってたんだなって思いますね。いやでもさっきスピーチで今ね話してたような一年にできたかなって。おめでとうあとそうチャットにさ17日後って書いたけどさ16日後か。あと16日後にねまた言ってもらえる日が来ると信じて。これいけるんじゃない、あと10分あればマックスできるよねね、ギリいけそう。いや幸せですね。いやー最高。いけたね、ナイス。でも本当に去年ね素敵な生誕祭を本当にありがとうございました。やっぱりもう50分だから本当にじゃあこれ終わったらすぐにね終わりになっちゃうんですけど、そう本当に初めてアイドルになって初めての生誕祭でめっちゃドキドキしてた記憶があるんですけど、でもすごいたくさんのね黄緑水色のペンライトだったりあの生誕 T シャツだったりをね着てきて、そしてそのペンライトを振ってくださる方がすごく多くってめちゃくちゃ幸せな生誕祭でした、なんかコメントスピーチでねさらに高みを目指してチャンスがいつ来るかわからないから自分磨きを常にしていける1年間にって言ってたんですけど、なったかなできたかな、ね、自分磨きができたかどうかってなんか判断が難しいですけど、でも高みは目指してはちょっと来れたかなと思って、これからも高みを目指し続けていきたいなって思います。慣れてる、ありがとう、嬉しい。残り16日間も全力で駆け抜けて次の1年もねさらに大充実の1年にできるように頑張りたいと思います。あ、そっか、マックスワンハか、やば、そう本当にね、なんか生誕のハッシュタグわ決めたい。なんかさ配信でやりたいこと今めっちゃあるんだよね。そう生誕祭のハッシュタグもそれこそ聞きたい、決めたいし、あのおしゃべり会の企画も決めたいし、あ16年コール、幸せだよ。なんかねすっごいねアイドルになってよかったってすごい思う瞬間の一つだよ。なんか16連コールってすごい特別なもので、あ来たあなたとラーメン南に次ぐあなたがいっぱいいる、あみんなと、そうみんなと一緒にになりますね。うーん終わっちゃう。そうだね、アフターパーティーは配信ないもんね。アフターパーティーも懐かしい。確かセカヒトとあれです、ポニシをやりましたね。
っちゃう。でもすごいめっちゃいい時間にね、ちゃんと今日中に見れたし。お、せーの、ありがとうございました。あありがとう。いや、なんかな、長い間というか2時間見てくれてありがとう。あ、花冠を見せています。ぜひ萌の生誕祭今年もね開催していただけたら、あのぜひお越しください。あ、主演しました。あっという間、明日のお弁当のご飯が炊けた。あった、萌だけ黄緑 T シャツ着てる。あのコメントが、コメントが始まりました。すごい、あのさ、思ってたんだけどさ、黄緑に灰色ってさ絶妙にマッチはしない色合いだった。この灰色の、 あのプリーツスカートに真っ黄緑色の T シャツって絶妙にマッチしなくて、あの鏡前でいつもっていうか、このアフターパーティー前に着替えて鏡の前でさ大丈夫かなって見るじゃん、あんまり大丈夫じゃない色合いだったみたいな思ってたんだよね実は。そう、え、待って、みんなシュシュつけてくれてる、嬉しい。そう、ポニーシューをねするときに、そう、シュシュを一人一人にプレゼントしたんですよ、一人一人にのイメージに合うようにと思って。そう、それみんなつけてくれて、わーわーい、無事に、よかった、無事に見れたし無事に終わったしよかった、ありがとうございました。ありがとうございます。お、しかもちょうど55分、ねえ、めっちゃ楽しかったしめっちゃ懐かしかったし、ありがとう。なんか今年の生誕祭がより楽しみになった。すごい、なんかあのモチベーションなんていうの、気合が入ってきました。もうすでに、お、メッセージカードもありがとうございます、受け取ってくれて。そう、アーカイブ配信もあるみたいだね、このあと21時からです。ぜひまたあのお母さんからの手紙を聞いて泣いてくださいみんな。生誕祭行こうと思ってる、ありがとう。そう、めっちゃ幸せだったね、楽しみになったね。ぜひ今年の生誕祭も来てくださったら嬉しいです。いや、やばい、誕生日しないと、なんか余韻に浸ってる時間がないのが悔しいけど、でも本当にありがとうございます。みんな、なんかめっちゃ何億年ぶりくらいに2時間ぶっ通し配信したんですけど、あの皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。ちょうどねお仕事も終わりかけみたいな、そう、返信でねいただいて、終わるかなって言って、お忙しい時間帯だったと思うんですけど、見てくれてありがとう。月曜日もだったし、余計にねお疲れの中だったと思うけど、ありがとね。ではすいません、せかせかと終わっちゃうんですけど、13位から読みたいと思います。13位、松葉さんさん、ありがとうございます。12位、良平さん、ありがとうございます。11位、棚のきのこですさん、ありがとうございます。10位、まーさんさん、ありがとうございます。9位、白鷹さん、ありがとうございます。8位、 D 山さんさんさん、ありがとうございます。7位、お茶とーまんだっかえ、お茶とーまんだかやさんさん、ありがとうございます。6位、ハイスノーさんさんさんねーさん、ありがとうございます。5位、セッテンガーさん、ありがとうございます。4位、チェリーもえななグッドモーニングさん、ありがとうございます。3位、ケイさん、ありがとうございます。2位、サット大塚ムーンさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。ありがとう。長い時間でしたが見てくれて、そして一緒にねリバイバル配信見てくださって本当にありがとうございました。
そしてあのたまに私も自分で見入っちゃって聞き入っちゃってちょっと無言になりがちだったんですけど、あのコメントとかギフトとかお星さんもたくさんありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。ぜひ今年の生誕祭でもお待ちしておりますので、ぜひぜひです。やばいやばい、見て、ありがとう、マネージャーさんみたい。おしゃべり会が、そう、本日17時から受付が始まったので、ぜひお越しください。会いに来てくださると嬉しいです。そして浴衣祭りの受付が本日まで。お、7月7日に開催される浴衣祭りっていう劇場イベントがあるんですけれど、それの受付が本日までということでお待ちしておりますそして生写真もね、今2種類出てたり、サマーバッグも延長になって、それが7日までなので、ぜひぜひです。あ、サバの塩焼き食べたんだ、いいね、ぜひぜひです。ということで、やばい、もう59分、大変バタバタと終わってしまってすみませんでしたが、あの本当にたくさん見てくださってありがとうございます。では今日はこの辺で、ありがとうございました。おやすみなさい。ハートでもしておこうかな。生誕祭。急なスクショタイム。あ、これか。これですね。スクショタイムでした。急にね、何事もなかったかのようにスクショタイムが始まりました。ありがとうございました。それでは。おやすみなさい。バイビー。